皆様どうも、こんにちは。自分はですね、この前、梅雨のね、晴れ間というものがあったんで、天体撮影の方に出かけてきたわけなんですけれども、で、まあ一応ですね、メイン機材とサブ機材立ち上げて、撮影はできました。で、ただですね、そのメイン機材で撮った方が、なんかトラブルがちょっと発生してまして、どうもですね、光学系の方に若干トラブルがあったんじゃないかなという感じです。まあ今日はその辺についてですね、ちょっと話しておこうかなという感じですね。それではよろしくお願いいたします。で、まあまずそっちの本題に入る前に、サブ機材の方も立ち上げておいて、まあそっちで撮影しておいてよかったなという感じです。で、その超広角静野写真ということで、まあこれフルサイズ換算で16ミリになるんですけれども、まあそれで撮るとこんな感じです。ちょうどですね、夏の天の川から、秋の天の川へ向かう感じですね。ただ、超広角なんで、ものすごいここら辺被りが発生してます。こちらはですね、設定としては、F5.6、露光時間4分の、ISO3200 で撮ってるんですけど、もうここら辺とかはですね、かなりギリギリまで、飽和近くまでですね、行ってる感じですね。で、これをなんとかどうにかこうにかですね、被り補正して、まあ、強調するとこんな感じです。まあ、ちょっとね、ここら辺が処理のエラーがあるのか、若干ね、背景が完全に平坦にはなってませんけれども、でもまあ、これとね、これ比べたら、まあ、幾分かはマシになってるかなと思います。で、こんな感じでね、ちゃんと、中央に、天の川も映ってますので、まあ、これはこれでですね、写真にはなってるかなという感じですね。ほぼ中心部に夏の大三角があってという感じの、ものです。で、まあ、一応ですね、こんな感じで、サブ機材の方も、静野写真撮影してて、素材を得ることができたんで、まあ、何も、手ぶらでね、帰宅というわけではないので、とりあえずは良かったかなというところです。まあ、若干カメラが古いっていうのと、光学系の F が暗いっていうのもあってですね、ノイズは多いんですけれども、まあ、一応撮れたので、そこら辺は良かったと思います。で、一方でですね、問題があったのは、メイン機材の方で、素材としてはですね、まあ、最初に完成の方をお見せしましょうかね。完成画像としてはですね、まあ、こんな感じです。で、北アメリカと、サドルあたりをですね、まあ、撮ってきたわけなんですけど、これですね、135ミリで、撮影されている方はわかると思うんですけど、結構トリミングしてますよね。実際ですね、この端っこの方をこれ切り取ってます。で、なんでそういう必要があったかというところについて、今からですね、少々お話ししようかなという感じです。で、素材を見るとですね、こんな感じになってたわけですね。これレベル補正レイヤーを1枚ほどね、かませてますけれども、それ以外はですね、何もしてないです。ほぼ素材のままですね、現像したという感じですね。で、まあこの中央付近はですね、まあいいんですけれども、この端っこがですね、ちょっと星が伸びてるんですよね。ちなみに設定はですね、ISO1600 だったかな。で、絞りが F3.2 の、5分間露光にしてます。で、赤道儀は SS1 使ってですね。で、オートガイダーもですね、ちゃんと使ってるというところですね。で、まあ、とにかくそうするとですね、中央付近、ピクセル等倍で見たときに、こんな感じでですね、まあ、星は点になってると。まあ、そこはいいんですよ。ただ、これがですね、端っこの方に行くとですね、一気に肥大するんですよね。いや、もちろんですね、どんな光学系であれ、中央よりも端っこの方がですね、もちろん、星はね、星の形は悪くなるんですけど、ピントがずれるんですけど、アポゾナーでですね、ここまでずれるっていうのは、ちょっとトラブルが起きたかなという感じなんですよね。実際、この前ですね、夏の天の川の、ハイライト部分撮ったんですけど、その時はですね、まあ、こんな感じで、特にトラブルというのはですね、認められなかったです。まあ、ちょっと等倍してですね、見ていけばいいと思うんですけど、中央はですね、これだけシャープになってます。で、もちろんですね、端っこの方に行っても、そのシャープさがですね、ずっと保たれてるよと。こんな感じで、まあ、ややですね、色修差っていうのは、出てなくはないです。
ですけれども、それでもですね、星はほぼ点に移ってます。で、しかも、こちらはですね、死亡率 F2.8 ということで、今回よりもですね、さらに一段はいかないか、まあ、条件は悪いということになります。これとこれをね、見たらですね、明らかに違うということがわかるんじゃないかなと思いますね。これもほとんどですね、ピントが合ってないという感じがします。で、特にひどいのがですね、左下と右上なんですよ。で、まあ、右下もですね、若干そのピントのズレっていうのはあるんですけど、まあ、それでもですね、まだマシな方で、右上がですね、またちょっとかなりずれてるんですよね。ここら辺ですね、ほぼピントが合ってない感じがしてまして、右下と右上、これどうやってね、追い込んでも、どちらかがこれ必ずずれるという状態に、このままだとなってしまいます。ちょっと何が起きたのかなという感じですね。今からですね、ちょっと実写動画でですね、調べてみようかなと思います。目視で何らかのですね、明らかな異常が見つかれば、まあ、それが原因ということだと思いますので、まあ、まずはそれをですね、ちょっと調べてみようかなというところです。はい、それでこちらがですね、先ほどのトラブルを抱えた、カメラ及びレンズになります。で、まずはですね、その外観チェックからですね、行っていきたいかなと思います。で、明らかなですね、割れとか、そういうものがあればですね、そこがトラブルの原因だろうと思われるんですけれども、ただですね、落下させたとか、そういうことはしてませんので、非常にですね、まあ、気をつけて使ってますので、ないとは思います。まあ、小傷ぐらいだったらね、通常使用に伴う傷ぐらいだったらあるかもしれませんけれども、まあ、でも大きな傷っていうのはですね、認められないですよね。で、あとはこのマウント部とかのね、こういうところに大きな傷があれば、原因になっている可能性あるんですけど、でもまあ見た目でもですね、明らかにないかなというところですね。で、次にチェックする点はですね、この光学ですね。光学系がなんか途中でですね、レンズが割れてる、まあ、ひびが入ってる、そういうのがあれば、まあ、そこがトラブルの原因かなという感じです。じゃあちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、こんな感じになってますね。で、一番前はですね、このフィルターがまあついてるんですけど、奥の方を見ていってもですね、なんか明らかな変なね、傷っていうのはないかなというところです。まあ、若干ですね、レンズが傾いてるとか、まあ、そういうのはちょっとわからないんですけれども、大きな傷、そういったものはないです。まあ、なんでちょっとね、わからないかなというところが正直なとこですね。天体っていうのはですね、非常に厳しい被写体なので、ちょっとですね、中のエレメントが傾いてても効いてくるようなね、そんなものになってくるんですが、まあ、なのでちょっと見た目だけではね、わからないところもどうしてもあるんですよね。ただまあ、明らかにね、変なものっていうのはちょっと認められなかったので、まあ、そこはちょっとホッとしてます。まあ、傷とかね、割れとかあったらですね、ちょっと本当ショックなんで、そこら辺はなくてね、胸をなで下ろしているということですね。まあ、なんで、おそらくですね、悪いところっていうのはスケアリングエラーっていう可能性がね、まず一つあるかなというところです。で、この前ですね、先ほどの夏の天の川のね、ハイライト部分から、今回の間にですね、一回レンズ交換してるんですよね。で、こちら のオールドレンズがあるんですけれども、このレンズをですね、装着して使ったというのがあります。で、そのレンズ交換の時にですね、マウントが若干歪んだのかなと。でも歪ませるようなことしてないんですけどね。いや、このレンズ交換したぐらいであんだけエラーが出るっていうんだとちょっと困りますよね。いや、それはちょっとあまり考えられないです。で、次はフィルターですね。フィルターはどこだったかな、健康のフィルターを使ってるんですけれども、そのフィルターのね、枠が微妙にこう傾いてるから、若干トラブルが起きてるのかもしれないです。で、もう一つはですね、このバンド、共闘バンドというものをつけてるんですけれども、これの締め方が悪くてですね、軸が傾いている、後軸が、おかしなことになっているという可能性も、まあ、十分考えられますね。まあ、なんで、今からですね、いろいろと、まあ、チェックしていかなければならない段階なんですけれども、それはですね、次の梅雨明けぐらいまでに、徐々にね、やっていこうかなと思っているところです。
まあ、ということでですね、はっきり言って、見た目だけではよくわからなかったということですね。まあ、最悪の場合、レンズをですね、ちょっとメーカーに出さなきゃいけないかなと。購入したのがですね、昨年なので、まだ保証あるのかな？もしかしたらないかもしれないですけれども、まあ、それもちょっと視野に入れなくてはなりません。まあ、もしかしたらですね、カメラの方にトラブルがあるかもしれませんので、ちょっとまずそこら辺のですね、切り分けっていうのをね、やってみなきゃいけないですね。まあ、一番いいのはですね、シャープなレンズをね、買って、まあ、あるいは貸していただいてですね、それで撮影してみて、トラブルが出れば、カメラ側。で、トラブルが出なければ、レンズ側に何かあるんだなというところです。まあ、とはいえですね、一切トラブルを抱えていない、レンズを購入するっていうのは、まあ、ちょっと無理があるかなと思いますので、そこのところどうしようかなというところはあります。ただですね、この前までですね、こういったトラブルっていうのは発生してなかったので、おそらくですね、おそらくなんですけれども、バンドの締め方あたりが問題なんじゃないかなということは感じてますね。スティアリングエラーがですね、レンズ交換したことによって、大きくなったっていうのも考えられなくはないですけれども、多分ですね、バンドだというふうには感じてます。まあ、とにかくですね、梅雨明けまでには何とかしないと、またですね、こういったピンボケ画像を量産してしまうことになりますので、早急にですね、対処したいところかなというふうには思ってます。ということでですね、今回はこういった、大幅にトリミングした、画像という感じになってしまいました。まあ、ちょっとですね、これ、A4 にプリントするのはね、天体写真なんで、あと若干苦しいかなというところはあるんですけど、まあまあ、しょうがないかなっていうところはありますね。でも少なくともですね、こういった、まあ、サブシステムの方で、撮影というのもできましたんで、何もね、なく手ぶらで帰るということにならなくて、よかったなと思ってます。2つあるとね、やっぱりいいんですね。ということで、この前ですね、梅雨の晴れ間を狙って、天体写真の撮影に出かけてきたのはいいんですけれども、メインのですね、システムの方に、若干のトラブルが発生してしまって、これをね、早急に何とかしなきゃならないなというお話をしていきました。ちょっとね、これは本当に何とかしないとね、今後全然天体写真撮れなくなってしまうので、早急にね、対処したいと思います。まあ一応ですね、サブシステムの方でも、このような感じで、撮影できるということは分かりましたんで、まあそれはそれでね、まあ一つの成果かなというところです。それではですね、今日はこれぐらいで、終わりたいかなと思います。ここまでですね、ご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。